皆さんとこ見てるとね、一人三役四役ってやるのを見ててね、すごいなと思ってね。実はね、はい、私も出るんだよ。今回ちょっとから町民も結構劇に参加したり、鹿児島の大名の島津家、いまだに続いてるって言うんだ。あのね、32代目だって。でその島津、こう島津家のその末裔っていうんかな、その人が小布施の町長さんに挨拶に来て、それからなんかうちへもお参りに来たとかなんとか。へえ。私は知らなかったけどね。最近ですか？そう、2、3年ぐらい前です。はいはいはい。うん、この正則公がね、はい、その島津家にね、はい、なんか金を貸してたとかなんとか。あ、そうですか。うん、そういう話になってるらしいんだ。うん、じゃあ返しに来てくれたんですかね。いや、返すだって返しようがないけどさ、あのそのことを報告というかお礼に。でその場面を考えてね、私の出番がを作ってくれた、うん、あ、それに関係あること。そうそうそう、はいはいはい、それを一番真っ先にやってね、それからその時代が遡って、うん、正勝息子さんだね、忠勝って名前変えたけど、その息子が亡くなってたところからこの物語が今回始まるっていう、ね、うん、なるほど。だから全体的に本当のオープニングっていうかさ、なんかどうなんだろうな、うん、一番最初になんか挨拶かなんかするとこなんだろうって言ったのかな。ああ、そうですか。緊張しますね。あの役場の職員さん、教育長さんも出るって、ね、活性化っていうかね、文化事業っていうことでね、まあ町長さんも力入れてるし、教育委員会さんも一応講演ということになってるんでね。はい、あ、そうですね、うん、そう、一般公募だからね、配役っていうか、この役は、役っていうかこののはね、役者さんね、うん、役者さん、だからファン、ファンというかさ、この無限工房さんのファンみたいな人が、あ、今度は自分で出てみようかなとかね、見るだけじゃなくて自分でも、うん、でも大変、練習見せたって大変だな、なかなかついてくの大変だよ。まずね、体が動かなきゃダメだね。子供たちもよくやってるけどな。やってると思いますね、本当に。よく泣き出さねえな、それ。あれ好きなんだね、やっぱり。まあ、この脳で、こう、動いてるっていうのは、はい、このドリームコンシェルさんっていうか、この、はい、だ杉本さんっていうのかな。そうですね、うん。それとね、この脳の実行委員会の、メンバーでさ、永井さんって人がいるんだけど、その人がね、ほとんどやってくれてんだ。事務方みたいな、ね、あのなんせなかなかこれ大変なんだよ。長野県のね、地域発元気づくり支援金っていうのをさ、はい、もらう、申請する。去年初めてやったんだけど、まあいろんな申請っていうかそのののがいっぱいあってね、やってくれ、支援金出すから何かやってくれってこう県の方から言われてることだからね。はいはい、うん、あ、やっぱ県の方もやってもらえると、やってもらいたいわけですよ。ああ、そっかそっか。で、2度目でチャレンジしてやっと通ったって言ってましたね。まあ甘くはないぞって、県の方だってさ。そうですよね、やっぱりね、400万、500万って出すんだから。うん。でかいですね。でかいよ。それ簡単にさ、
を誰でも申請したら誰でも出すんだ。それじゃあね、県出せちゃって県の予算なんだからさ、そんなやたらなことできないよ、うん、ここにね、はい、この五輪塔ってのあるじゃない。はい、ありますね、絵が。絵がね、はい、これがうちにあるそのお墓ですよ。なるほど、なるほど。うん、地水火風空って言ってな、はいはい、この5つの、はいはい、こういうまあ、石の形が、はい、基本はこういう形だけどね、はい、あ、この形がね、五輪塔っていうんだ。五輪塔は 何かこう意味があるんですか、その何か意味。五輪塔っていうのはね、はい、極洋するために、はい、あの建てる、うーん、いわゆるね塔なんだな、塔、五輪塔なんで。じゃあその初代の方のそのお墓なんかもあるんですか？それはありますよ、ええ、それぞれ独立したお墓がこう、はい、それぞれあった、どん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 増えてって、うん、今はだからね共同墓地みたいな。そう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 。なるほど、このお墓に似せたようなあの五輪塔立ってる、あの今の住職さんは何代目なんでしょうか？私？はい、私でね、29代目。ああ、素晴らしい。いやいや、この福島正則公と、親しかったっていうのは10代目ですね。10代目、うん、そうそう。まあ、まあ、この演劇を通じて、この正則公という歴史上のね、これは大変なあの波乱の大名というか、豪傑といえば豪傑でね、その、まあ、縁が深いと、この小布施がね、縁が深いということを知ってもらって、まあ、それをまあつないでいってもらいたいなというふうに、まあ住職とすればそれが一番ですけどね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。させちゃいけないなと皆さん分かっていただいたんじゃないでしょうかね。だから私にセリフとか言わせるとろくなことにならないから、あのでもそれが私の個性なんですけどね。だけどそんなのね、失敗してると思ってるから、見てる人は、あの皆さんとこ見てるとね、一人三役四役ってやるのを見ててね、すごいなと思ってね、皆さん本当におめでとうございました。